はい、ということで今回はホンダ Nボックス オーナーズレポとしまして、ワインディングインプレッションをお届けしたいと思います。これ持ってきた意図としましては、 Nボックス の限界的な性能を見たいっていうことではなく、新型が登場しますので、ある程度の速度で走らせて新旧比較でどういう違いがあるのかっていうのを見るべく、今の時点で現行でありますこの Nボックス の走りをここワインディングでテストしようかなと思って今回は持ち込んでいるわけです。ということで改めて購入していますのは Nボックス カスタムの L ターボの特別仕様車スタイルプラスブラックになります。総額250万円ほどで購入していまして、間もなく最終レポートも公開するかなと思いますけども、その前にもう Nボックス ウィークになってるかもしれません。ワインディングのインプレッションもぜひ合わせてご覧ください。ちなみに搭載されていますのは 660cc のターボエンジンになっています。スペックとしては64馬力 104Nm を誇りまして、ピークトルクは2600回転で発生するユニットになっています。そしてタイヤについてはダンロップのエナセーブ EC300 が備わっています。前後通しのサイズで165の 55R15、約3万ちょっと走ってますので、タイヤの劣化具合、溝の減り具合っていうのはある程度来てるものはありますけども、でもそんなにいつも無理しては走っていませんし、比較的溝は残っている方かなと思います。エコタイヤですから限界的な性能を見るんじゃなくて、今のこの Nボックス のパッケージングであったり足回りの剛性感、エンジン性能、このあたりのフィーリングを確認していこうかなと思います。じゃあ行ってみましょう。さあということで峠にやってきました。今日ね、倒木であったり落石がひどいようで工事をやってます。相変わらずと言った方が正しいかもしれませんけども、この辺は走るにしても要注意のコースであります。でも Nボックス、 そもそもですね、コンセプトが、がっつり走って飛ばそうとかスポーティーな走りみたいな、そういうところは歌っていなくて、あくまでファミリーユースで快適に過ごせるミニミニバンみたいな、そんなイメージがありますので、そこのプラスアルファの領域としてホンダイズムはこの Nボックス にもしっかりとフィードバックされているのか、そういうところを今日は見ていこうかなと思います。タイヤもね、正直そんなにいいものを履いていませんし、転がり性能を重視してあったりしますので、あまり過度な期待はせず、また無茶な走りはせずに普通に走りながらワインディングインプレッションをお届けしたいと思います。でもイメージとしては通勤でちょっと急いでるみたいな、そんな感覚を覚えてもらってほしいんですけども、せっかくですからイーコンは切って走りましょう。そうするとアクセルの回路量、これ薄いところでもしっかりとパワーが出るようなセッティングになりますので、より車が軽快になったような、そんな印象を受けてもらうと思います。さあ、もう新型が控えてる Nボックス、 現行の走りはどうかというところですけども、パワートレインは先ほどもご紹介したかもしれませんけども 660cc のターボエンジンになっています。3気筒で最高出力は64馬力最大トルク 104Nm を2600回転で発生するユニットになっています。トランスミッションは無段変速機 CVT になっています。ここ結構インパクトでかいけど、でも意外と突き上げはねひどくないね。シャーシが緩いのか、結構きしみ音であったりサス回りからの音は入ってきますけども、音の割には今突き上げはそんなになかったですね。Nボックス ね、ホイールベース短い、もう軽乗車ですから規格決まってますので、乗り心地に関してはそりゃ普通乗車と比べると落ちてはしまうんです。しかし軽の世界で見たら、悪くはないかなと思うんですよね。最近デリカミニが出まして、あれが相当いいので、コンフォートに乗るんだったらあれが一番良かったりはするんですけども、ただ Nボックス はやっぱりホンダですから、スポーティーにも走れると、そういうところが一つ特徴でもあり、その味付けが足回りにもなされているわけで、その中で今みたいな結構減衰力、ストロークスピードが速いところでも
減衰力を、まあ、ある程度こう落としてしなやかにいなしてくれてる感覚はあるので、大きい入力に対してのゴツゴツ感っていう感じは今のところね受けませんでしたね。あそこの印象は意外と良かった。普通車の方がもっとゴツっていうダイレクトに入力を受ける感じあったりするので、このホイールベースでまたタイヤも細いもの履いていますけども、意外と良かったなという印象です。こことかも、まあ、やっぱタイヤがしょぼいというとあれですけども、あまりいいものは履いてませんので、どうしてもグリップレベルの低さは感じます。外に逃げていく感じ。しかし骨の薄さであったりペラペラ感はあんまりなくて、うん、いやこれだけ背も高いのに、あんまり不安感のある挙動にはなりませんよね。縦方向のこのバウンシングの動きは結構出まして、ここは足回りの、まあ、特に縦方向はねあんまりこう減衰力を上げすぎないようなセッティングになっているのかもしれませんけども、結構バウンシングします。おなるほど、いやーホンダのセッティングだね、このハイトにしては。でまた縦方向の入力のいなし方に対して横方向のロール感はそんなに極端には増えていなくて、全くしないわけではないですけども、でも程よく抑え込んでる。こことかも結構ダンピングとしてはストロークをしっかり活かしたような感触がありますけども、ここも切り込んでいって、うん、なるほどね。おそらくこれフロントスタビ入ってるのはもちろんですけども、リアもスタビ入ってるんじゃないかなと思います。なのでフロントのこの傾き具合だけじゃなくて、リアの横方向に対するしっかり踏ん張る感触とかも出てるのかなと思いますし、なのでこう前輪だけじゃなくて後輪含めた全体的な動きとして意外とねロール感はないかなと、そんな印象です。こことかも切り返しが続きます。うん、タイヤグリップで逃げるけどもボディの弱さっていうのはあんまり感じません。まあそれは開口部大きいし、このパッケージの中で見たら剛性の低さっていうのはどうしても出るでしょうけども、でもいいんじゃないですか。結構動きとしては全然悪くないですよ。うん、でしかもなんか気持ちよく曲がっていける、ハイグリップまでは入れるとそれこそロールオーバー横転する危険性があります。程よくもう少しだけグリップ性能を高めてあげるとよりなんか気持ちよくコーナーに入っていって、でそのコーナリング中の姿勢なんかも今もずっとね弱アンダーくらいで、思ったラインよりタイヤ1個くらいは外に膨らんじゃってるんですよね。でもね本当タイヤが弱いなっていう印象以外はあんまりこのサスペンションの動きとかに対してのなんか嫌な様相っていうのはありませんね。さあアクセル全開、もうやっぱターボは伸びる、しかも音もそんなに入ってこないし、やっぱホンダのエンジンはいいですね。で最初のレスポンスなんかもここからじゃ踏む、はい、反応性いいですよ。ここからも踏む、ほら即座にエンジンの回転数がしっかりと高まってくれるわけです。まあここはね無駄変速機 CVT の効果でもあります。やはりスムースにトルクを伝えるトランスミッションですので、踏んでから伝達遅れがそこまでない。ラバーバンドフィールは多少は出ます、しかしもうそれは仕方ありません。まあでもこの S に入れて今
今これシフトレンジを S に変えました。本来はおそらく下りなんかで使うシステムかもしれませんけども、これでパドルを引いてあげると固定されるんですよね。なのでまた回転数が高まってくるとシフトアップは自動的にね行ってくれますので、そうすると、まあ、通常のオートマのように操ってもらえる、走ってもらえるかなと思います。でもこのシフトアップしてるような疑似変速の場面で、そんなにねトルコン AT のように普通の油断ギアのようにそこの間がないんですよね。スムースにつながっていくので変速ショックもなく、要は車の動きとしては挙動が乱れにくい、さらには加速も力がそんなに途切れないと、その辺はね CVT のいいところ。また今回のこの NBOX のターボモデル電動ウエストゲートを採用しています。排気の流量を逃がすウエストゲートがあるんですけども、ウエストゲートバルブ、それを電動にすることによってより下級圧をリニアにコントロールできると、そういうシステムを採用していまして、なので燃費も良くなるんですけども、さらにレスポンスなども良くなると、それをメカニズムとしては一つ取り入れてターボモデルのブレイクスルーとして活躍しています。ちょっとタイヤが泣いてますけども、そんなに無理はしてません。 VSA 入りましたね。まあ運動性能ね、もちろん絶対的なパワーは全然低いんですけども、ホンダは本当ね全域でしっかりとトルクが出てるし、エンジンのうなり具合も、まあ、ぶっちゃけ今ワインディング途半路で回転数上げてますので、そこそこ音は入ってきてますけども、2000回転3000回転あたりの静粛性も高いとか、そういう部分含めてやっぱ動的質感が高いですよね。そこは本当に私も買ってる部分で、 NBOX を所有して乗っていて満足度にもつながっています。ついてます。コーナリング中に内側に軽くブレーキをかけてあげることで、より旋回力を強める、また姿勢安定性などを高めるっていう機能が入ってますけども、それも何か自然に入ってるのかもしれませんけども、非常にこの綺麗な旋回性が作れるなと、そんな印象があります。すごいすごい、 K のスーパーハイトでここまで走れちゃうんだっていう、いいねいいね。路面追従性も全然悪くないですよ。バウンシングは出ますけども、でも基本的に路面からタイヤが離れるとか、サスペンションの動きが縮みと伸びでなんか不均一な感じが出てるとか、そんな感じはないです。あ、でもね一つ言うならば、ブレーキは私嫌かな。これね最終レポートでも必ずお伝えします。もう何年か乗っていて、これはねずっと嫌に思うポイント。というのも一般道を走ってると、まずですね扱いにくいんです。何が扱いにくいかって、この踏んだ時スッカスカなんですよね。全然効かない。今これ踏んでますけども、上り坂でも全然減速しませんよね。この程度しかブレーキ効かないのに、でも一定のところでブレーキをグッと踏んでいくとカツンっていう、特にこの初期のインパクトが大きく出るんですよね。ここのねフィーリングがすごく嫌で、コントロール性があまり良くないし、乗ってるとねなおさらこうどうなのこのブレーキシステムと思うようになってきました。で特にこういうところでもう一気に効かすところだったらいいかもしれませんけども、でもそれでもリニアかって言われたらそうじゃないし、ちょっと嫌ですね。これ NBOX 特殊なブレーキシステム採用していまして、ハイドロリックブレーキシステムって言います。これ何かというと、ドライバーのブレーキ操作をモニタリングしてるわけですよね。で車両状況とかも見ながら必要に応じて、その踏み応えに応じて変えていく、ブレーキ圧とかを変えるっていうシステムだと思うんですけども、
それがね、嫌な仕事の仕方をしているような印象はあります。こことかも結構ペダルのストローク的には3割くらい踏んでるんですけども、あんまり効かないっていうね。まあもちろんブレーキパッドが減ってきてるっていう可能性はありますけども、でもそれでも点検出した時そんなに極端に減ってるっていう感じはなく、むしろその程度の減りでこのペダルストロークが印象変わるんだったら、そこはどうなのかなとまた違う側面で思ったりもしますけども、まあ、走りで言うならば加減速で言うならこの減速は私はあまりいいような印象は受けてないなと、それはもう本音です。この辺の操舵感とかは全然悪くないんですけどね。あと欲を言うならばドライビングポジションもちょっと取りづらい。もう今シートの位置で言うとここシフトサイドの部分に膝がものすごく当たっていて、実はこれで横の体のズレ感なんか抑えてます。もうシートは別にスポーツカーでもスポーティーカーでもないので、ベンチタイプでフラットな乗降性重視のものになってます。ですのでサポート性が悪いのは当然なんです。それを支えるためのセンターアームレストであって、またこの辺のうまいことコントロールを使うっていう、そこもテクニックですけども、そういうことをやってるんですよね。これ左カーブだったらドアパネルに足を当てて体のズレを抑える、なのでそこはいいんですけども、ただ絶対的なポジションとしてテレスコピック機構は欲しいですよね。これもう少し前に何センチか来てくれたら、この膝前の狭さ、ここが意外と気になっちゃうので、これも気にならなくなるでしょうし、そういう部分は改善はしてほしいかなと思います。新型でも採用されないみたいな話だったと思いますけども、ちょっとそこはね引っかかるポイントです。 N ワゴンがやってるのになんでっていう感じですよね。でもこれいいですね。 S 入れるとシフトは固定されるんです。この辺の制御はいいじゃんと思いました。でアップ側を長引きすると通常の S レンジに戻るっていうね。これ D レンジだと引かなくても勝手に戻ってしまいます。しかし S だと勝手には戻りませんので、その辺の制御のうまさというか味付けとしては面白いものがあります。今下り入ってますけども、やっぱねパッケージングとしてはすごくいいね。ステアリングフィールちょっとなんか変に重くなってるだけっていう、ダイレクト感があるわけではないんですけども、なんか重いみたいなね。この辺の味付けはもう少し見直してほしいかなとは思いますけども、もう動きとしては悪くないですよね。スムースにまず峠を走らせられるかっていう答えに対してははいと言えますね。VSA の入り方は結構乱雑、そこはあまりコストをかけていないのかもしれませんけども、カツッとつまむ感じがありますね。おお、綺麗綺麗。今みたいなコーナーでも特にフロントだけじゃなくて今リアにも結構荷重をかけましたので、リアのイン側がリフトするかなと思いきや、そこまで目立ったロール感もなくしっかりと食いついてますので、まあ、基本はかっ飛ばさない限りは安定して走ってくれるし、このパッケージングで考えたら十分な走行性能あるんじゃないかなと思います。あでもすごい、ちょっと下りでもう最後ですからちょっとだけペース上げてますけども、おお安定してるね。いいよいいよ。さすがホンダです。はい、ということで今回はホンダ Nボックス オーナーズレポとしてワインディングのインプレッションをお届けしてきました。で今回はワインディングでしたけども、それ以外にも様々なコンテンツを上げています。また現行の Nボックス以外にも新型も購入していまして、おそらく早く来るかなと思いますので、そちらのインプレッションというのもぜひお待ちください。また他の車もありますので、ぜひ興味のある方は見てほしいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。